皆さんこんにちは、参議院議員の宇都隆が送ります永田町レポートです。えー、今日はまさにウクライナ問題についてお話をしてみたいんですが、えっ、ー、と今朝も朝早くからですね、自民党の方では、えー、国防あ外交部会。 外交・安全保障調査会を開きまして今の政府の対応で今後我々がどういう対応を取ることができるのかという議論をですねあの本当にあの、えー、大入り満員といいますかあの隙間がないぐらい議員が詰めかけてさまざまな議論を交わして,てまだ終わってなくて私途中で抜けてきたところだったんですけれども、えー、やっております。 であの何度かこのビデオレターでもお話をしたんですけれども、ま、あの軍事的とか経済的合理性から考えたらそのリスクの方が高いんじゃなかろうか本当にやるのかなって話をしてたんですけれどもやっぱりあの、まあのま西側サイドというかですね欧米サイド我々サイドの方からもしやったら大変なことになるよというその大変なことというシグナルがきちんとやっぱり プーチン側に伝わってない、もしくはそのた我々は大変なことって言ってるけどもプーチンはそれ大変だとも思っていない、まあ、そういうところの、えー、ギャップというのがプーチン側にとってみたらこれを決行することによってもプラスになるということをやっぱり大きく踏んだんだろうと思うんですね。で あの、プーチンとしては、あの、やっぱり3つの成果を得ることができたと思ってまして、で、これは、あの、前々回も、あの、動かさなくてもそういう成果が得られるよねっていう話で少し紹介したんですけれども、一つは実際に今、軍事侵攻したということで、えー、結局、あの、NATO の東への拡大っていうのを、とりあえず、ま、ここでこ、あの、ウクライナまでそんなことしたら、我々はこうやって、えー、軍事ミッションとして力で阻止するからねっていうことをはっきり示す。 まあこれができてかつまあウクライナはもともと東部クリミア半島におけるまあ紛争状態みたいなのもあるんでそのまますんなり NATO に入れる条件は整ってなかったんだけどもこれでまあ改めてそんなことはできないよねっていうことを、まあ、やればこうなるよっていうことを示すことができたのが一つ。 2つ目はあのー、結局今回、えー、軍事侵攻しているわけですけれどもじゃあ NATO 軍が自分たちも軍を使って全面的にそれを武力でもって阻止するかというとその姿勢は見せていないわけですね NATO としてはそこまではやらないと。 でまた米軍も一応あの、えー、近隣に兵を派兵はしてるんですけれどもあの全面的に前に行っていってそれを実力でもってね武力でもって止めようとしてるかあるいは反撃をしようとしてるかっていうとそれもし,てしようとしてないあつまりあの、まあ、かつての欧米諸国の連携あるいは NATO 軍の勢い、まあ、米軍の,その、まあ、力これの陰りというのが確実にあって ここまで前に出て実力行使したとしても何も手出しもしてこないじゃないかと結局経済制裁しかしてこないということの流れからしてみたら、まあ、プーチンの方にあに彼はやっぱり力の信奉者ですからね独裁者っていうのは力というものこのフォースというものを信じてますから軍、まあえー、それより端的に言えば軍事力ですよね。 でその軍事力の力の信奉者を思いとどまらせるには力でもってやっぱり最後は排除するしかないと、まあ、これがやっぱり国際社会のどこまで行っても残念ながら今の現実なんですねだからそんな軍事なんかじゃなくて外交で解決をなんていうけど外交で解決をできるのはお互いに価値観を共有した者同士であって。 そういった、まあ、共産主義者であったり、独裁主義者という力の信奉者に対しては、こちらも力で対応しなければならないっていう現実っていうのが、やっぱりそこには横たわっているってことですね。だからもう一つ、三点目として、プーチンが得たものとしては、結局、あの、この昨今ですね、世界は権威主義国対、まあ、自由民主陣営国というような、まあ、 対立構図にあったわけですよね特にこのコロナが起こってから顕著になってたと思うんですけどで我々は自由民主主義あるいは人権法の支配といったこういう価値観をきちんと守っていこうとそれが世界の秩序であったりそれぞれの国の発展につながるんだというこういうあのまあ理念のもとにね、えー、世界秩序であったり 我々の国家運営をしているわけだけれども彼らはそうではないと場合によってはその力による現状変更自分たちが信じている力によって自分たちの目指すところを作り上げていくんだってそういう信奉者なわけですよ。でこの我々の自由民主主義陣営というのを FOIP という枠組みでですね自由で開かれたインド太平洋という枠組みで徐々に増やしつつあって。 でまあ、その旗振りを、まあ、日米が中心にしながら日米強引とととやっていって ASEAN とか EU とかに広がっていきつつあったわけなんだけれども結局のところこうやってコロナとかにもなってくるとその、まあ、自由とか民主主義、えー、理念は立派だけれども実際にそんなものが何の役に立つの機能するのって話になった時に。 今回のこのウクライナ侵攻の対応も含めて全然足並みが揃わないわけですよ。アメリカなんかはまあ現地まで派兵して、えー、まあなんとか強い非難もしていろいろと矢面に立とうとしてる。日本はいまだに何かこのこれに対してまあ対岸の火じじゃないですけどもね慎重に様子を見ようみたいな感じの姿勢をしている。また 国連のアンポリではですね、安全保障理事会の中での議論、安全保障理事会か、アンポリの中での議論からすると、あの、欧米はすごい強い避難応酬をロシアに対してするんだけれども、例えば、えー、インド、あるいはブラジル、あるいは、えー、UAE、こういった国々は名指しで避難をしない。一般的にそういうことはやっちゃいけないよねと言いながら、 ロシアに対しては何やってるんだっていうことは言わないこういうところでもやっぱ足並みが揃わないわけですね基本的に本当に価値観を守ろうとするんだったらこんなことは絶対に許されないっていう立場に立たなきゃいけないんだけれども日本もまだなんかふわふわっとしてるしもっとさらにやっぱりあ,のあんまりロシアとことを構えたくないなっていろんな経済的なつながりがあるよねっていった国々はロシアに対して名指しの非難もしてないわけですよね。 でかつ、まあ、中国なんかにしてみたら逆に、えー、王毅とラブロフがあって、えー、外相同士で話をしてラブロフの方からいや他に選択肢がなくて仕方がなかったんだよっていう話をしたら王毅の方から中国の方からですね、えー、ロシアの安全保障上の、えー、立場というのは十分に理解できるみたいなことを言ってみたりとか、まあ、これはまあ向こうの陣営の人たちだからそれはそうなんだろうけど。 だとすればやっぱり日本とかはもっとこの中国の対応態度とかいうのをもっと表に引っ張り上げて「けしからんと思いませんか?」って皆さんってやっぱり国際社会に訴えなきゃいけないそういう立場に本当はいるはずなんですよね「フォー・イップ」はあそこまで牽引してたからにはだけどやっぱり、えー、それが今回もなかなかできてないでそこの原因はどこにあるのかっていう話で、まあ、今朝私あの部会でも発言してきたんですけども ちょうどあの政府の安全保障3文書の見直しを今年やるっていうんですけど環境があ,あの安全保障戦略を前に作った8年前ともうガラッと変わってるんですねその変わったことに対して自分たちの立ち位置はここだというスタンスをやっぱりまだ決めきれてないところに大きなポイントのズレがあるんじゃないのかなと思いますつまりウクライナの問題というのがあくまでそれは EU とロシア の歴史的な様々な絡みもある中でのリージョンとしての地域としてのエリアとしての課題であってまあ我々から見たらそこにあの自主的に積極的に入り込んでいって問題解決を図るべき立場ではなくてあくまでまあ第三者的な立場だもんねというようなスタンスに自分たちの足元を置くのかそれともさっき言ったように これを阻止できないんであれば、そもそも我々が進あの進めようとしていたホイップ自由民主主義この価値観の維持、えー、防護というもの自体ができないじゃないかと、ここは絶対に力で持ってでも押し返さなきゃいけないところなんだという立場に立つのか、ああもっと言えばまあ歴史的に見て結局のところ一国平和主義なのか、それとも世界の秩序のためには金も えー、汗も血も流す覚悟で我々はそれを守りにいくのかっていうスタンスが求められてるわけですよね。これあの、えー、批判をまあ政府にしたって私はしょうがないと思っていてそれは総理の覚悟の問題でもあるけれども政治全体の覚悟でもありもっと言うと国民の覚悟なんですね。 我々この21世紀のこの地球の中にのメンバーとして生きている日本という国そしてその構成員である我々日本人が自国の安全とか自国の守りのことだけを考えてこれからもやっていくのかそれとも遠く離れたウクライナを守るそれは決してウクライナ人を守るためだけではなくて我々が守りたい世界の理念であったり価値観であったり もうそののの世界のベースとなるものを壊されようとしているそれに対して我々が本当に抗う気持ちがあるかそれが我々ひいては我々の危機につながるんだというまあ、えー、担当者意識と言いますかねそういうものを持てるのか持てないのかという大事な狭間にやっぱり立たされているのかなというふうに思います。まあ、もちろん えー、今の制度の中でですね何ができるのかというのは限られた、まあ、法律とか今までの運用制度の中でできることって例えばですけど、あのー、今我々に対する攻撃がないあるいは存立危機事態という状況にもまだ置かれていない中で自衛隊を派遣して、えー、ウクライナの えー、政府を守るためにそしてこの秩序を守るために自衛隊として戦うなんてことは今の現状のこの法体制の中ではできないわけですけれどもどこにやっぱり軸を置いていくのかというのを外交的にも早く足元を固めないとあのフワフワフワっとしてしまうのかなっていうふうに思いますね。あのー、昨日は、えー、参議院の中中でで予算委員会を開かれてていいる中でまさにこういうここううとが起こって 緊急的に予算委員会を止めて NSC を開いてということをやったわけなんですけれどもそれも再三にわたって与党からも野党からもやった方がいいんじゃないのって言われながらなんか調整にずる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 時間が経っていて結局なんか午後の蓮舫の質問の時に蓮舫に言われて開いたみたいな形になっちゃったのがもう本当にもう情けない状態なんですけれどもやっぱりあの我々あのきちんとですねその 今世界で起こっていることの現実そしてその起こっている問題っていうのが遠い国で起こっているなんかよその国の話じゃなくて我々自身の問題なんだっていうこの当事者意識ですねこれをきちんと持ちながらあのこの大事な局面を対処してまいりたいというふうに思っております。またあの刻々といろんな状況が変わってくるので、えー、また皆さんにもお話ができたらというふうに思います。 本日は以上です最後までご清聴ありがとうございました。